はい、酒好きな新潟人の飲酒動画、始めていきたいと思います。今回は久々に、芋焼酎。220ml の、ワンカップ、赤、よかいち、赤芋焼酎です。アルコール度数25度。九州産さつまいも 100% 使用、かっこ赤芋 51% 以上使用。紅さつまをはじめとした赤芋を使用し、フルーティーで豊かな香りとコクのある味、甘い味わいに仕上がりました。こちらは、宝酒造株式会社。これ宝か。あ、これ宝だったんだ。原材料が、なんだこれ。原材料がさつまいもと、米麹、過去、タイ三米。です、うん。でですね、突発性なぜこれになったかというとですね、ちょうどこれが容量が 220ml だったんですよ。でね、このワンカップが欲しかった。このこのプラスチックのこれが欲しかったんですよ。これね、ちょうど 220ml なんで、ホッピーをね、割るのにね、1本あたり、110ml でね、ホッピーを、焼酎を 110ml 入れると、まあ、いい感じに、濃いめが作れるんで。ああ、ちょうどよかった。あったんでね。昔前、これだいぶ前に買ったやつ。なんですけど。そんじゃ乾杯。うん。ちょっとロックでもいただきます。熱いんで。うん。うん。まあ、芋焼酎だ。うん。まあ、芋焼酎ですね。まあ、ちょっと。普通に、うん、まあ、普通じゃない？まあ、赤芋焼酎なんですかって言われると、あ、そうなのかなって思うけど、別に言われないと多分わからない。ちょっとフルーティーな香りが、ちょっとあれかなって感じだけど、ほとんどわかんないですね。赤いお返しのおすすめ飲み方、ロックだそうです。うん。うん。ちょっと確かに、フルーティー、うん。黒ヨカイチもあるんですけどね。うん。麦ヨカイチもあるな。いろいろあるな、なんか。トウモロコシヨカイチもあるぞ。すごい。麦ヨカイチ。麦ヨカイチ、え？あ、黒ヨカイチの麦と芋があるんだ。あ、はぁ。芋だけじゃなくて、あれなのか。麦の黒ヨカイチもあるんだ。すごいな。へぇ、麦の、麦を使って、さらに黒麹を使ってるってことか。すごいな。これ知らないわ。飲んだことない。芋焼酎で黒麹っていうのはよくあるんだけど、麦焼酎で黒麹使って作ったって、これ初めてじゃない。ただし、あれがないですね。このワンカップのやつが売ってないっぽいです。
一番安くて 720ml しか売ってないね。あ、黒よか市、トウモロコシもあるわ。トウモロコシのやつもある。はい。もうなんとなくトウモロコシってなんか、なんとなく味がもうわかるな。もうこの時点で結構、トウモロコシっぽい味もしないとも言えないよね。結構、芋使ってんだけど、なんか、トウモロコシの風味がちょっとあるような気がするな。なんででしょう。香りがやっぱりなんか、わかんないけど。なんでなんだ。米かな？米のあれかな？米麹使ってるから米のやつ。ああ、でもこの赤よか市は米麹を使ってる。のか？あ、違う。あ、一応黒麹も使ってるのか。ややこしいな。全体的に黒麹を使ってるけど、白麹を使ってるやつもありますね。麦と米と、麦焼酎と米焼酎。あと、なんか、琥珀？麦の、ちょっと熟成させたやつかな。個人的に飲み比べしたかったんですけど、ワンカップが売ってないっぽいんで、この黒の四日市の麦のやつとトウモロコシのやつはちょっと飲んでみたいんだけど、こんなでかいの買いたくないんだよな。720ml とかでかいわ。普通にでかいわ。そんな買いたくないんだが。やっぱあんまり売れないのかな？いや、どうなんだろう。ある意味、トウモロコシってすごい珍しいから売れそうな気はするんだけど、なんであれなんだろう。ちっちゃいパックのやつないんだろう。まあでも麦か。トウモロコシ。まああれだな。まずくてもまああれか。ホッピーで使えばいいか。ホッピーで。ホッピー合うんですよ。ただ芋焼酎はね、合わない。ホッピーにはね、芋焼酎は合わない。麦だったら合う。トウモロコシは、ヨシンバ合うかもしれない。下手すりゃ合うかも。麦ホッピーは美味しいんだよな。で、最近関係ないんだけど、麦ホッ、ちゃうわ。ホッピーのね、前言ったかもしんないけど、ホッピーのね、樽生ホッピーってのがあるらしいんだよね。店限定でね。で、そこを売られてるのが、関東というか、神奈川とか東京のあたりだけなんだよね。だから飲みに行きたいけども、なあ、遠すぎるな。というね、感じですけど。どういうものなの？樽生ホッピーっていうのは、いわゆる、焼酎がもともと入ってるホッピーなのかもしれないですね。よく具体的に具体例が、てか、どういうのなのかわかんない。樽生ホッピー。ググったんだけど、なんか、大してどういうのなのかっていうのが書いてないんで、で、しかも、ホッピーの公式サイトにも書いてないし、生ビールサーバーを使ってホッピーを入れることって書いてあるんだけど、だから、ただのホッピーなのか、本当にそこら辺に売られてるホッピーと、ただ単にビールサーバーから出てくるだけっていうのなのか、もしくはもう最初から焼酎が入ってて割られてて、でも出てきたらもうそのまま飲めるっていうタイプのやつなのかがまずわかんない。
でもやっぱりあれなのかな。普通に、焼酎は別売、別売りみたいな、継ぎ足すのかな、やっぱり。それがわかんないんだよ。でも基本的に東京都の都内とかばっかなんだよね。都内ばっかなんですよ、売ってるのが。樽生ホッピー。あー、飲んでみてえな。ホッピーマニアの僕ちんとしては飲んでみたいな。浅草とかさ、もうあのそこら辺だけ、もう新潟県なんてもってのほかですよ。売ってないって、飲めないって、売ってる店はない。どういう感じなのかな。あー、いいなー、こういうさ、焼き鳥食いながら飲みたいね。それ誰かが言ってたけどね、なんかね、誰かっていうか、あのホッピーのね、公式サイトにね書かれてるんだけど、氷を入れるのが NG とかって書いてあるんですよ。俺結構氷入れて飲むのが、あの案外好きだったりするんで。まあ昨日はちなみに、これで飲んだんですよ。これ 600ml だから、ぴったりなんだよ。で、あの真空タンブラーだから、全然冷え冷えで、よかったっす。さすが、サーモス。さすがサーモス。よくわかんねえんだよな。でも、もうこういう夏とかに、冷蔵庫にね、入れなきゃいけないじゃん。まあ、もしくはもう、1時間ぐらい冷凍庫に、もう、早く飲みたいって時は、冷凍庫に入れて1時間でだいたい冷えるから、1時間ぐらい冷凍庫に入れるんですけど、それもないっていうパターンがある。もう、そうなったらもう仕方ない。氷かっこ、あの、冷蔵庫で作ったやつじゃなくて、冷蔵庫で作ったやつっていうか、なんていうの、自分でミネラルウォーターで作ったやつ。で、俺は基本的にミネラルウォーターで氷作ってるんで。しかもトレーのやつ。トレーに入れて作ってるんで、蓋付きのトレーだから、ね、本当に普通のね、なんか、作る製氷機みたいな、なんか、ビャーって水入れて、で、なんか勝手に落ちてくるんだよ、俺の、うちの冷蔵庫、なんか、氷がこう、できて、コトコトって、こう、できて落ちてくるタイプのやつなんだけど。それだと、普通にね、たまにね、飲んでてなんかね、沈殿物があったりするんだよね。うわ、なんだこれって。なんか黒い沈殿物があったりするんで、これやべえなと思って。だから、蓋付きのね、製氷機に入れて、凍らせて、自分で割って、で、あと、よくある小窪の氷とかの、ジッパーみたいなのに入れて、保管してるんで。まあ、それをバババーっと氷入れて、で、それでもう飲みます、俺は。うん。全然俺は、抵抗ないです。ぶっちゃけ何でもいいんだよ、ぶっちゃけた話。ぶっちゃけた話ね、何でもいいんですよ。ホッピーは所詮大衆酒場の、まあ、いわゆるワインとかみたいな、シャレオツの、あれじゃないんで、いわゆる大衆酒場のお酒だから、ぶっちゃけうまければ、自分がうまければ何でもいい。何でもいいんだ、早く。
うわ。もつ焼きとか行ってみて、こういうさ、大衆酒場一回も行ったことないんだよ、俺、本当に。かといって、友達もいないんで、行く人間もいないから一人で行くしかないんだけど、一人で行くっつったっても、多分新潟とかにはあるんだけど、新潟とか行くのに、結局車で行かなきゃいけないから、新潟にっていうか、新潟駅のあたりね。だから、めんどくさいん。もう金かかる、倍かかるんだよね。だから嫌なんだよ、やっぱり。タルナマホッピこれさ、もう今日さ、タルナマホッピってのは何なのかっていうのをさ、こうあえてこのホッピーの公式サイトにですね、ホッピービバレッジ株式会社に聞いてみるとかいうパターン。電話番号載ってる？電話番号載ってるね。もう聞いてみるか。聞いてみよう。思い立ったら即行動。ユッキーはそういう男です。電話番号が本社工場とかあるけど、まあ、本社でいいか。本社にかけちゃおう。03-3583-8255。てか、今やってんのか。もう今18時43分なんだけど。はい。本日の業務は終了しています。ですよね。もうしょうがない。ここなったら、あれだ。ここら辺の、あれに、タルナマホッピーの置いてる店に直接電話しよう。これがいい。03-3200-9727。高田馬場。そちらに、ホッピーの、タルナマホッピーが置いてると聞いたんですけど、あ、置いてありますか？あ、タルナマホッピーっていうのは具体的にどういうものなんですかね？はい。はい。はいはいはい。はい。はい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 。ああ、そういうタイプなんですね。ああ、なるほど。なんかビールサーバーからこう出てくると。で、その前にその焼酎を、瓶に、何割か入れといて、それで注ぐタイプのやつなんですか。ああ、わかりました。すいません。ありがとうございました。失礼します。あ、そうらしいです。あ、普通のホッピーと変わんねえじゃん、じゃあ。俺、アルコール入ってるやつだと思った。なんだ、違うのか。じゃあ、つまり、ただ単にビールサーバーに、
今聞いたところ、高田馬場の串カツ A ちゃんさんに聞いたところですね。どうやらですね、生ホッピーは、グラスに、まず何割かこう、焼酎を入れて、それからこう、普通にビールサーバーに、で、こう、ビャーって注ぐタイプらしいです。だから、で、その後、普通のやつと違いがあって、うん。なんか、普通のやつは氷を入れとくらしいんですよ。どうやら。ここのね、お店だと、普通のホッピーは、氷を入れて、で、あと多分焼酎も入れて、で、多分、瓶のやつが出てくるんだよね。うん。だけど、樽生の生ホッピーは出てこない、氷が入ってないらしい。へぇ、なるほどね。結構違うんだな。結構違うんだなっていうか、氷の分だけちょっと得だよね。得っていうか、うん。樽生ホッピー450円なんて。うん。でも瓶は多分出てこねえか。もう最初から多分、店の裏で多分、調合されて出てくるんだろうね。こう何割か焼酎入れて、で、あと、店の裏でこう、多分業務用のホッピーをこうビャーって入れられて、それで多分出されるんだと思う。まあ、あと、氷も入れられてね。だからやっぱ氷もね、やっぱね、入れて飲んでも結構美味しいんだよ。うん。で、しかも、やっぱね、冷たくないとホッピーって美味しくないんで、で、基本的に業務用の、俺が前飲んでるジョッキがあるんですけど、まあみんなあれみたいなんで、ジョッキでね、500ml のホッピージョッキが、で、多分出てくるんですけど、あれだとね、ガラスなんでね、すぐぬるくなっちゃう。うん。だからこういうステンレスの、こういう、真空タンブラーじゃないと、やっぱり、美味しくないと。うん。まあ、かといってですね、真空タンブラーだと、これ欠点があって、中身が見えないことが欠点なんですよ。うん。中身がね、見えないと、やっぱりホッピーってこう書いてあって、こういう、なんか、うわ、ホッピーって書いてあるわ、みたいな感じで、こう、なんか雰囲気も出るじゃないですか。で、しかも泡もこうバーって出てるし、やっぱ雰囲気が結構飲む方にとってはやっぱり重要じゃないですか。やっぱね、だからね、まあ雰囲気も大事なんですよ。ただ、俺レベルになると、別にこれでも問題ない。もう普通にホッピーの、ね、ラベルを見ながら、グーって飲んで、OK なんですけど。まあやっぱ店だとやっぱ重要ですよね。でですね、噂だと、そう、ホッピーでですね、なんと、中と外があるらしい。なんじゃそれ。ホッピーの中、が200円、外が250円って書いてあるんですよ。そういう、東京のね、お店だと。で、これ中と外って何かっていうと、いわゆる中っていうのは焼酎。外がホッピーの、アルコール度数 0.8% の炭酸飲料。なんですよ。で、これが、ガチの2になると、中を、いわゆる、黒ホッピー、この店だとあれだね、黒ホッピーが380円で、その中と外が合わさったやつが380円で、中が200円、外が250円って書いてある。ということはですよ、これガチの2になると、まず黒ホッピーを普通に頼みます。いや、頼む、ん?どうするんだ?これ中だけおかわりする人間とかいるんだよ。うん。そうなんだよ、これ。
これすごいんだよ。この逆の、なんていうんだ。一本のホッピーで、すっごい濃いめにしたりするんだよ。なんか、ガチのマニアは。いわゆる、普通はこう、だいたい、焼酎が1に対して、焼酎が1に対してだいたいホッピーが3ぐらいなんだよ。割合。それなのに逆で、焼酎が3、ホッピーが1とかのレベルの人間がいるらしい。うん。だから、まあ、そういうことだよね。つまり、ね、最初この380円払います。で、こう、3分の1ぐらい飲んだら、はい、中追加、みたいな。中を追加して、焼酎だけ追加する。で追加して、で、また飲んで、はい、またちょっと減ったら、また中追加、みたいな。なんだそりゃ。なんだそりゃ。で、ちなみに、焼酎がだいたい、値段、いや、あれだから、25度だからね。普通ね。焼酎25度あるからね、アルコール度数が、ね。どんだけ飲んべえなんだよって。俺でも飲めないわ、それ。逆の3対1のさ、焼酎対、ホッピーが3対1とかのさ、ホッピーより飲みたくない。しかも3杯飲んだりするわけです。結局。ホッピー1本で、いわゆる、ホッピーを3杯飲んでるってことです。ホッピー1本で3杯飲んでるってことです。つまり。ホッピーの 330ml のホッピー、1瓶で3杯飲んでる。その逆パターンの、焼酎の方が割合が多いっていうパターン。無理じゃねそれって。ちょっと、それはあれでしょ。さすがに、マニアすぎるでしょ。ホッピー瓶のみとかあるわ。すごいね。なかなか面白いな。うわ。でも、ホッピーは美味しいですからね。まあ、ホッピーは美味しいから。うん。まあ、でも、25度だぜ。25度さ、みんな、逆パターンで飲むやつ、すごすぎるだろ。浅草。あ、タルナマホッピーが黒もあんだね。ハーフ&ハーフもできます。いいな。こういうとこ行ってみてな。うわ。誰かなんかおすすめのさ、あれ、店教えてくれる、なんか、誰かいねえかな。東京の、浅草とかで。だから俺も浅草行きたいんだよ、俺。マジで。本当の話は浅草行きたいんだよね。で、このホッピーも、樽生ホッピーも飲みたいっていうのもあるし、
で、あと、あれもあるんですよ。昔、ま、前言ってた、電気ブラン。電気ブランの浅草の本店に行きたいんだよ。で、そこで電気ブランの、ショットグラス欲しいんだよ。欲しいのと、そこでも飲みたい、飲んでみたいんだよね。本店で飲んでみたいんだよね。だから、ぜひね、誰か、いましたら、誰か、なんか、この、ヨーツベでね、なんか、あ、僕、行けますよ、みたいな。僕、紹介できますよ、みたいな人いたら、ぜひ、申し出てくれれば、コメントいただければ、多分、うん、その人と行くかもしれない。まあ、ちょっと、あれだけどね。遠いから、ちょっと、いつになるかわかんないけど。まあ一応、お盆が休みなんで、お盆が。お盆が 3連休なんで、明日、明後日、矢の明後日休み。3連休なんで、あれなんですよ。だから誰か、オフ会みたいな感じで、できたらなとは思うんですけど。まあ、多分誰もいないだろう。まあ、新潟からだから。やっぱ2日は休み欲しいね。連続の休みね。うん。まあ、一人で行くっていうのも、まあ、ちょっとあれだからね。一人で行ってもいいんだけど。まあ、うん、厳しいよね。あ、うめえ。あ、うめえな。やっぱラーメン、ベビースターラーメンのラーメンおつまみうめえな。タルナマホッピー飲んでみてえな。あと前も言ったけど、あそこ行きたい。もつ焼きの、なんだっけ。内田行きたい、内田。もつ焼きの内田行きたいわ。あそこ。うわぁ、あそこ行きてぇなぁ。彼女でもいれば一緒に行くんだけどなぁ。そろそろあれか。まあ、いいか。うん。なんか彼女の欲しいっていう気もあるんだけど、なんか欲しくないっていう気もあるんだよな。なんかあんまり、なんか一人の方が気楽ではある。なんかあれなんだよ。まあ、うん。今度旅行で、いや、一人大衆酒場でも行ってみるか。一人大衆酒場とか。で、その様子を、ちょっと、動画で撮って、でも動画で撮る、店の中で動画で撮るっていうのは、あれなんだよな。いいのであろうか。ってのがわかんない。いいのかっていうのはあるけど。なんか悪そうな気がする。
まあでも、一つ謎が解けたね。樽生ホッピーというのは、ただのホッピーと、多分変わんない。具体的に何が違うかわかんない。うん。本当に、何が違うの？ただ蛇口から出てくるだけでしょ。いわゆるね、蛇口っていうか、ビールサーバーから出てくるだけっしょ。何が違うんだろう、他に。他に違いが全然わかんねえな。だってそもそも、ホッピービバレッジの人間も多分、わかんないんちゃう？何が違うか。ただ単に、本当にあの、ガチで何にも違わない可能性もあるよ。多分あの、業務用の、さ、あの、ホッピーと、通常のホッピーが何も違わないっていうのと同じで、何も違わない可能性もある。うん。本当に。ホッピーの、生ホッピー、キメの細かい泡が立つのが特徴とかって書いてあるけど、それはぶっちゃけた話、中身は何も違わないってことでしょ。あ、泡がクリーミーだっていう。ただ結局、ビールサーバーが注げばそれはそうなんじゃないの？ねえ。普通ね。それはそうんじゃないの？うわぁ。うわぁ。いいなぁ。いいなぁ。いいなぁ。ジャガバターだって、うまそう。かぁ、うまそうだな、これ。かぁ、うまそうだなぁ。めちゃくちゃうまそうだな、普通に。生ホッピー。400円。金宮、あ、そう、金宮も欲しいんだけど、金宮やっぱね、ホッピーって言ったら金宮らしいんですよ。焼酎がね。あ？あ。ハバネロ TV。うわ、ハバネロ TV だ。ホッピー通りで生ホッピーを、四つ目で上がってます。酒飲み散歩、浅草、鈴穂。はい、第3弾はちょっと良い加減でお送りしておりますけれども、今日はですね、こちらのホッピー通り、煮込み通り。俺もこういうとこに住んでたらもう間違いなく腰痛にあげてるだろうな、これ、こういう動画を。動画撮りながら。もう多分全店制覇すると思う。全店制覇。全店制覇。動画みたいな、腰痛弁動画あげるわ、絶対。酒飲み動画あげる。100%。こういうところ、皆さん、威勢がいいとか、これがちのおばちゃんの娘。普通のホッピーよりまろやか。
流通流すのがあって、この店にわざわざその PBR っていうか、カートリッジ缶、うん、あれを持ってきてるから、だからその鮮度がいいってやつ。鮮度がいい。鮮度がいい。あれですか。いや、昔はこれがあったけど、確かなんか JR の方もあるんですよね、僕は。このハバネロ TV はね、正直結構残念なんですよ、これ。言っちゃ悪いんだけど、本当に言っちゃ悪いんだけど、酒好きに送るハバネロ TV って書いてあるんだけど、この4つ目のチャンネルの人はね、ちょっともうちょっと見直した方がいい。おっさんの顔しか映ってないんだよ。どうなってるんだ？お前、おっさんの顔なんてお前、見たくないんだよ。なあ。おっさんの顔なんてお前、見たくもねえんだよ。お前、ちょっと、ホッピーとかさ、ほとんどこのおっさんの顔しか映ってねえんだよ、マジで。本当に、ハバネロ TV 今見てんだけど、これガチでこのおっさんしか映ってないね。多分、この人は多分、自意識過剰かなんかだと思うんだよね。よし、コメントしといたわ。おっさんの顔以外映してくだしや。コメントしてみる。こんなおっさんなんてお前、お前興味ねえんだよ。こんな40ぐらいの、35か40ぐらいの、40だな。40はいくな、38だな。俺のスーパー眼力だったら38だ。38か40だな。だからこのチャンネルはちょっと登録したくないね。よし、低く評価しといてやったわ。そんなおっさんの顔なんて見たくねえんだよ。電気ブランドのハイボール。せめて、こう、俺の、このあれみたいに、チャンネルみたいに、こういう感じで映してくれると、で、この人はね、本当にこの動画見ると、マジでなんか、出てきてるみたいなんだけど、顔しか映ってないから、何が出てきてるかわかんないし、何の料理なのかもわかんないし、何を食ってるかもわかんないわけで。うん。完全にあれですね。オナニー動画ですね、これ完全に。これもうちょっとあれすればすごい伸びると思うんだけどな。酒飲み散歩で浅草とかって言ってるけど、このチャンネルももうちょっとそこら辺考えればすげえ伸びると思うんだけど。またこのオープンテラスみたいなところで飲んでるとですね、天秤棒担ぎのおじさんお兄さんがやってきて、またコミュニケーションを図ってくれるというこの浅草の、地域の浅草ですね、そういうものを感じながら後にこの手をまた生放送をいただけるかもしれない。でもこのおっさんがイケメンで二十歳ぐらいだったらすごい多分売れてるじゃん。結構いってると思うけど、残念ながらおっさんですからね。残念ながらおっさんですからね。もうどうしようもない。どうしようもない。本当にどうしようもない。ああ、ホッピー飲みて。黒ホッピー飲みたいな、久々に。
は、ヤンキーの方が多いわけです。恐怖狂と言われ、日本中が暗くなる今、真っ昼間から酒を煽る人々が集まるこの通り、うわ、いいな。通称、煮込み通り。煮込み通りだって。ヒップのいい店員と、浅草煮込み通り。煮込み料理が売り物。うわ、いいな。景気の悪いこのご時世、日も高いうちから一杯やっているこの人たち、一体何者。しかも女性がいる。もう政府になんかね、頼ってらんないの。有名になりたいみたいな感じ。わかんね。ある人はアイドルの卵、ある人は IT 業界のプロ、そして分け合って家族と離れ離れに暮らすお父さん。女の子みんなやん。日本で昼間からご機嫌な人たちを追っていくと、今の日本が見えてきた。いいな。プリッと出汁の染み込んだトロットロの牛すじ煮込み。うわぁ、熱々にレモンをかけたモツの串焼き。うん、そして下町代表のお酒、うん、ホッピー。ここは浅草。浅草いいなぁ。通りの西側に位置する公園本通り商店街。いいなぁ。19軒もの飲食店が軒を連ねる。ほとんどの店が煮込み料理を出すことから、いつの間にか煮込み通りと呼ばれるようになった。土日は午前11時から、平日も午後2時には開店。日も高いうちから飲むことができる。みんな飲んでる。変わった通りだ。新潟から新潟から来てんだけど。全国から客が集まる煮込み通り。どんだけ。ある日曜日の午前11時、冷酒をぐいぐいやっているおじさんたちがいた。なぜかカツラを持参している。カツラちょっとかぶってもらうと、さらにボルテージが上がって、店のおかみさんにまでカツラをつけ、一緒に呼び込みまで始めてしまった。この陽気なおじさんたち、埼玉の商店街の仲間。宴会小道具を浅草に買いに来てはこの店に寄るという。本当最高だよ。名物おかみだよ。このおじさんたちの町へ行ってみた。埼玉県富士見市寺下商店街。閑散としてシャッターを閉めた店が多い。うわ、新潟のあれじゃん、柴田駅じゃん、これ。みんな商店だったんだけど、完全に柴田駅、一般住宅になっちゃう。うわ、柴田駅もこんな感じや。そして近くに大型スーパーができたこともあり、商店街の店は全盛期の3分の1ほどになってしまった。お店としてはね、寂しいですよね。さらに今の不況が追い打ちをかけているという。というわけで、飲まずにはいられないこのご時世。こちらの商店街、そんなにお客は多くない。人は歩いてないもんね。
商売のヒントも煮込み通りにはあるようで、土曜日の午後3時、さらに変わった一段を見つけてしまった。盛り上がる男たちの中心になぜか年半もいかない女の子が一人。もうこれもやっちゃいますもんね。ね、高まっちゃいます。もうやっちゃいますもんこれ。実はこの女の子、現在14歳の中学生タレント、雨宮楓さん。中学2年生。集いをしているのだという。もちろん楓さんはお酒は飲んでいない。それにしても、なぜ煮込み通りなのか。所属事務所の社長に狙いを聞くと、こういうところで飲みながら、喋りながら、イベントやりながら喋れる声したいなっていうのが本当なの。この日はさらに秋葉原でイベントをやるというので、ついていくと、なぜか鍋を作り始めた。今からの趣旨は、タレントに鍋を作らせながらも撮影会、あとお客さんもまったりしながらも燃えてもらおう、燃えも古いな。鍋を作っての撮影会&お食事会。この時代に小さな事務所が生き残るためには、タレント自身に料理を作らせ、社長自らも働いてファンにサービスしなければならないという。仲間のタレントも応援に駆けつけ、この日のイベントは大成功となった。浅草からイベントスタートして、浅草人情に触れながらも、こういうところで、まあ、文化も触れて、いろいろこう人生の経験の中でプラスになるように、すごいいい人たちばっかりが集まって、なんかみんな仲良くなる。お疲れ様です。かつては近くの場外馬券場にやってくる客相手に、週末だけ数店が営業する暗く寂れた地域だった煮込み通り。この15年、とにかく明るい通りを目指して様々な改革を行ってきた。平日も明かりを灯して営業し、さらに若いアルバイトの女の子を雇う。華やかな通りになるとともに、いや女の子はでかいで、この通りが明るいじゃないですか。やっぱね、女の子を雇わないと。活気があってね、呼び込みしてね。男なんてもダメ。やっぱりいっぱい飲みたくなるんですよ。取材中こんな人まで見つけた。何が健一さんじゃないですか。週2回ぐらい。どっかで。渚健一。あ、聞いたことある。日曜日の午後3時、家族連れを見つけた。お父さんの谷口さんは電気工事士。やはり不況の影響が出ているという。お父さんはやっぱ帰ってきても、仕事ができる量が減ったってことで、まあ、ピンチはピンチ。実は谷口さん一家は別居中。家賃の節約と通勤時間を考えて、奥さんと子供は奥さんの実家で暮らし、谷口さんは一人住まいをしているという。うわ、勉強かよ。一緒にすると高いよね。そんな谷口さん一家にとって、煮込み通りは離れ離れの時間を埋める家族団らんの場だ。煮込み通りでの家族団らんの時間は終わり、やがて別れの時が来た。明日は現場です。でもね、子供のためっていうんじゃないですけど、そう言って谷口さんは誰も待っていない家へ帰っていった。寂しいな。今度はある50代の男性を見つけた。ここの秘密を解析していただいて、日本経済再生のために役に立てていただければ
やたら難しそうな日本経済を語っている。まあ、ハイガラなね、商売で、IT のコンサルタント。IT コンサルタント。こうやって広場からこうやって酒は飲んでて大丈夫。うん。それが大事なんだ。昼間から飲める店のある町というのが、ね、いい町なんだ。IT コンサルタントの桃地俊夫さん。自宅で仕事をしているというのでお邪魔してみた。やはり不況の煽りを受ける IT 業界だが、桃地さんの場合コミュニケーションの道具としての IT を専門としており、不況の影響はあまり受けていないという。彼が煮込み通りに通うのはコミュニケーションの研究のためもある。まあ、ミクシーとかそういうところもそうでございますが、匿名でやってるわけですね。隣のおじさんと別に名前も名乗らなくても、うん、楽しくお酒を組み交わしながらコミュニケーションができる、うん、見知らぬ者同士がすんなり会話できる。その点で煮込み通りはネット上のコミュニケーションと同じだという。確かに確かにそう言われると、うん、確かにそうだ。はい、ということで長くなりましたが、本当に長くなった。なかなか面白い。ね。煮込み通り。という浅草のね、通りがあるようで、そこに関してのお話をね、いろいろいただきました。いいなぁ。やっぱ浅草はな、夢があっていい。というのか、なんかこう夢がある。ということで、赤四日市のレビューをしていきましょう。でしょ。あ、普通じゃね？普通でいいろ、これ。別に赤でなくてもよかった。3443です。ご視聴ありがとうございました。